黙ってついてこい。わかんねえからだよ。お前がわけわかんねえことしやがるから。だからなんでお前はそんなに俺に優しくするんだよ。だってそうだろ？俺がカーニバルに行きたくないって棺桶に入った時、アヤトたちが誘ってきただろ。俺のことなんかほっといて、あいつらと行けばよかったんだ。なのに、お前は、城に残るって言ったな。だから、それが優しすぎるって言ってんだよ。さっきの城だって。今お前がジャムまみれなのは、俺が壁を殴ったからだろ。俺のせいで服とか汚れてるのに。なのに、お前はのんきにハンカチなんか出しやがって、服前にやることあっただろう。まずは俺に怒るところじゃねえのかよ。ちげえよ。そういうんじゃなくて、意味わかんねえって言ってんだ。だから、わけわかんなくて、さっきは無理やり吸血して、悪かったな。お前はいつもそうなんだよ。怒らせようと思ったって怒らねえ。そんな言葉が聞きたいんじゃねえ。俺が聞きたいのは、なんでお前が怒らないのかってことだ。わかんねえよ。は？お前何言ってんだよ。俺のことが。お前、バカじゃねえの？いい。分かったから、それ以上言うな。ち、あんまりこっち見んな。調子狂うな。
なんだよ。なんでお前が謝るんだよ。俺はお前にそんな顔させたいわけじゃねえんだよ。別に俺だって怒って言ったわけじゃねえし。ちょっと手貸せ。ああ、結局ジャムついたまんまで来たんだな。そうだったな。さっきのお詫びに俺が綺麗にしてやるよ。うるせえ。綺麗になってない。甘すぎるんだよ。胸焼けしそうなくらいな。さっきガキどもに吸われそうになってただろ。なんでもっと抵抗しなかったんだ。俺には嫌ってほどするくせに。ここでは子供だとか大人だとか関係ねえんだよ。ヴァンパイアはヴァンパイアだ。ここにいる奴ら全員血を狙ってるんだぜ。そんなことじゃ足をすくわれるぜ。お前には危機感ってもんがなさすぎんだよ。二度と迂闊なことできないようにその体に刻んでやるよ。これでやっと綺麗になったか。あとはその服だな。ああ、そっちも汚れてるんだろう。その格好のままカーニバルを回るわけにもいかねえし。一度城に戻るぞ。
なんだよ、急に腕なんか掴んで。別にお前のために連れてきたわけじゃねえからな。勘違いしてんじゃねえよ。笑ってんじゃねえ。人が多いな。おい、もう離れんなよ。ジャムまみれになったのにまだ歌詞とか言ってんのかよ。次は服かよ。女ってのはよくわかんねえよな。あ？お前あんなとこで俺に待ってろって言うつもりかよ。だいたいお前、そのベタベタの格好で店の中入れると思ってるのかよ。そんなにここに寄りてえのか。着替えに戻るくらいなら新しいのをここで手に入れた方が早いな。来いよ、服見たいんだろ。